95年の曲です。拓郎がもう作るのやめようかなっていうと、あのだから最後にあのみゆきに作ってくれって頼んでたら、まだあの作るのやめずにまだ作るんだったら作るって言って作ってくれるらしいですね。それがこんな感じになっちゃった。こんな感じになっちゃった。こういう字余りソング、字余りソング、これ覚えるの大変。歌うのがしね、まあ、覚えるのね、過去の移動も大変だ。鮮やかすぎる。2人いればあんまり気づかない。そうそうね、タクロなんか後ろ向きで過去とかみんなとコミュニケーション取ってるみたいな真似してる。しかもローリング過去でローリング捨てるやつスッと泳いで、ミスチル、ミスチル、ミスチルがある。あれだ。そう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 。わざわざです、これは。技術ですから。というわけで、というわけでありがとうございました。はい、意味あったみたいな。途中から邪魔になって外したんで、うん、これ結構あのこの曲はスマホで知った人もいたり、もともと知ってたっていう、どうでしょう。僕はスマホで知ったか、うん、ここに来る人たちもみんな一番印象的だった。みゆきに加えたそれだと本人がいますなんかキャンディーズの場合はなんか、コツコツコツっていう音からちょっとハイヒールで、あれなんかその時思いついたね。なんかそんな話しようね。拓郎さんがキャンディーズのレコーディングに立ち会ってすごい楽しかったっていう、ラジオか、あの YouTube で、大体僕らも、ね、情報は YouTube、 そうあのキャンディーズのバージョンの一番最初の、うん、あのってうーんだけ言ってるとか、あのゴールスさんだ、そう、うーんしか言ってない。さっきの話でもうまくいった。いや、まあまあうまくいったよ。うまくいったことにしとこうよこれいろいろあるんですよ。元はそのなんでボトルネックかっていうと、それこそ本当ビール瓶でしたけど、ビール瓶、ワインですか。あれワインのボトルのあの先っちょを多分こうパンしてその割れたやつをこう何気なくこう指に引っ張ったみたいな、多分ちょうどやったらかっこいいじゃんみたいな。たまにあの尻尾とかで見たりとか、これは意外と面白い。これもハワイアンとかもこう引いた弦の音がクイーンと上がってくるね。面白い。弦は震えたままだからなんか音がずれてくでしょ。そうね、なんでこれこんなに掘り下げたんだろう。いや知ってほしいじゃん誰か使うかなで、このね、あの関西フォークみたいな人たちがね、あのまああれですね、タバスコのタバスコとかタバスコ瓶でもやる辛いじゃん。やどうしてるの？なんか寝ながらそんなんやったっけ？いや、なんか今日手に入ってた。ここに来てて。そんな俺に寄せてきた感じ。やっぱ、ね、かっこいいなと思って。伊達が俺伊達じゃないですよ。伊達でしょ、うん、ちゃんとあのこうさ、ちっちゃくなってたね。変わらない。
내가 내 기억을 제가 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 ここだとそういう話題になる動画になる動画になる動画始まらないかこのやつでやるよ早く早くやるかっこいいよこれガンちゃんのビールみたいなあんまり聞かないですすごい多分初よお時々白いギターと文系資料初できるじゃんすごいスライドバースライドバーってボトルネック本当はギター弾がボトルを買う、まあ、とりあえず聞いてみよういいですか